ターはもうかれこれ50年ぐらいやってんだけど、歌はね割と最近なんですよ。始めたのは10年ぐらい前にバンド作って、ボーカルが見つからなくて、じゃあボーカル見つかるまで俺歌うわみたいな感じで、うまい、歌あんまりね、あんまりいい思い出ないんだよね。ガキの頃とかね、ちょっと好きな子できて2、3回デートして、で当時カセットとかに自分で曲作って入れて、これ聴いてくれよ、それ気温心普通になっちゃったね。同じ俺の歌は女の子に絶好される歌かみたいな感じで結構傷ついてて、でも一回だけね、中学校2年生、あ、中学3年生の時だ、2学期の時で期末試験かなんかで音楽の、授業でね、先生が多分あれ なんか試験つくの忘れたのかな、急遽歌の歌の試験をしますって言って、皆さん来週までに好きな曲を1曲選んできてくださいって言われて、で俺はその時自分でギター持ってってね、歌ったのが井上陽水の傘がないっていう曲をだって その時だけ4もらったんですよ。ちょっと自慢なんだ、ちょっとやっていいかしら、イエイちょっと歌詞書いてあるけどね、もう大人になったから。都会では浮気する人妻が増えている。化粧した新聞の片隅に書いていた。だけども問題はラブホテル料金が高い。行かなくちゃ2時間以内で行かなくちゃ、延長前に行かなくちゃ、金がない。真面目なんだけどね、演奏が結構真面目だからね、こういうのすごい楽しい、今一番やってて一番楽しかった。